一気にね日も暮れてきましたし、外出てね本格的に京都に向かって戻っていきましょう。さあ、ということで京都御苑ね、やってきましたけどね、あ、いい具合で、おお、これが京都府庁か。あで、諏訪原天満宮ね。いやいいね、京都。夕暮れ時の京都が一番好きだったりするんですよね。なんて言ったらいいのかな。他の町となんか、京都の夕暮れ時ってなんか違うんだよな。いいですよね。どうしようなぁ。さっきね、ちょっと、ぜんざい食べ、え、ぜんざい?あんみつ?あんみつか。あんみつ食べたからね。あれ意外とね、まあまあ腹持ちが良かったですからね。これで今どこだ?これで大池のあたりかな?烏丸大池かな?そこまでは来てないか。あ、これで丸太町なんだ。向こう側渡るかな。へえ。ご飯日和。こんなご飯屋さんなんかもあるんだ。ここは。あ、営業時間ちょっと変わるんや。へえ。値段高めのあれなんですね。なるほど。で、マックがありの、これはウーバーイートあたりか。こうバイクで行く人も多いんだな。デリバリーこの三輪のがありますけどね。意外と三輪ね、小回り効かんからね、細かい住宅街とかでね、まあでもそっか、その複数件をくる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 回るね、配達と違うからね、あれですけど、そう、郵便局もあの三輪のバイクね、入れてるところあるし、まあうちの局にもあったんですよね、めちゃくちゃ不評でしたからね。こっちから行くか。本当にね、細かいターンが効かんって言ってね。ファミマもあるし、そこら辺まで歩こうな。あ、飯食って地下鉄乗って行ったらちょうどいい具合にもないそうやけど。これは何?通勤出版?ああ、教科書の通勤さんね。こんなところにあったんや。で、出た。株式会社チャート研究所。ね、黄色チャート、白チャート、赤チャートってありましたね。で、ここは、あ、海鮮丼とかもあれなんですね。あ、そうか、居酒屋だったんだろうけど、ちょっとあれでしょうね。今のご時世に合わせてこういったメニューになってる感じなのかな。海鮮丼なんかもあるんで、へぇ、300円だったらいいよね。で、雇ったら、そこともっとマックし。一方、奥の筋に行くってのは手なのかな。あんまり早い方がいいことかな。ここは何?ホテルかな?あったりとか。あ、今から。ホテルが建ててるんだ。どこに建てる?ハイアットプレイス。
FJ ホテル知らねえな。へえ。まあ今のうちに先行投資ですよね。まあね、コロナの影響が、まあ私はね、多分あと 2,3 年かなっていうような見積もりでいますけど、まあ資金力があるんだったらね、今の逆にね、あの建てるのにあのリーズナブルに建てるね、時ではございますからね。10年20年っていう計画でね考えているんだったらね、それもありですからね。そうそうそう、難しいところ、そこまでの体力ないよっていう場合は、そこまでねやったらね、私 2,3 年って、ね、言ってます。これ仲いい見積もりと思われがちやけど、そうでもなかったりしますからね。さあで中尾はあるし、いろいろ一本入ったところにもあるんやな。あって、こうこうやってやっぱ綺麗ね。入るけど売り場が狭いから大変やね、品出しが。どこ行こうかな。これはあれ屋さん、ちょっと一本奥の筋入ってみようか。そのまま行ったらそのまま先の烏丸大木の方ですかね。こんななんかおしゃれなブティック屋さんとかねあります。雑貨屋さんかな今のは。あるね。もうだいぶ暗くなってきましたけどね、この辺りだったら値段はやっぱするね。1800円、しかも1日じゃなくてね、昼まで1800円ですもんね。おお、やっぱそういう感じですね。でやっぱ平日の方が高いんだ。やっぱビジネス界的な要素が強いのかな、こっちの方のが。面白い特徴ですね。で、京鉄多いな。こっちかあれなのか、京鉄は。こっちの方の京鉄は、結構、うちらの方にある京鉄さんって、バーが上がらんタイプのね、すごいロープライス、戦略なところが多いけど、ここはそうでもないんですね。この筋で行けるかな。まあね、ここは肉、魚、おお、隠れ家的な山なのかな。すごいね。おお、この辺すっげえ高そう。あ、でも本日は終了しましたってなってるね。和菓子、和菓子司って感じですよね。すごい、なんか秋の香りが、もうおしゃれ。うわ、すごい、ね、これで、何千円とか言われても、うん、そうだろうねって気がしてくるぐらいのあれですよね。いや、すごいなぁ。ありますね。商店街の商店街やろね。丸立花、西村商事の夜行か立花なんだな。へぇー。しきしき、何なんだろう。ここら辺は、おぉ、昼まで2200円。いやー、東海館出てきてるね。ここはちょっと安いけど2000円だもんな。いやー、だいぶ街の真ん中の方に来とるってことですね。この辺りもちょっとずつお店やってるところがあって、面白い感じですね。お弁当、おばんざい屋さん、お持ち帰り用お弁当屋さんなんだ。へえ、もう閉めてたんかな。へえ、1本入ってもいろいろあるな。なんで5日宿は休みにするんだな。すごいな。
株式会社河原崎、ちょっともう暗くて見にくくなってきてるけど、まあ今日も無駄に回してるかな。これで終了？いや、まだ早いよな。